ナンバーアンダーラインア I ワイヤードミュージックフェスティバルでナンバーズを初披露。今回のパフォーマンスではメンバーが一人ずつ登場し自己紹介のような形でナンバーズを歌い始めるという演出が取られました。ナンバーアンダーラインア i が出演したワイヤードミュージックフェスティバルは音楽フェスティバルの中でも特にエネルギッシュで多様な観客を惹きつけるイベントとして注目を集めています。音楽フェスは アーティストとファンが一体となり、その場の空気やエネルギーを共有する特別な瞬間を生み出す場ですが、今年のワイヤードミュージックフェスティバルにおけるナンバーアンダーラインアイのパフォーマンスは、それを超える体験だったと多くの人が感じました。特に、彼らが初めてフェスに登場した瞬間、観客の心をわしづかみにしたナンバーズのパフォーマンスは、会場を一瞬にして彼らの世界観へと引き込むものでした。リーダーである岸君が一人で登場し、 場を掌握するその姿に、多くのファンだけでなく初めて彼らを目の当たりにした人々も息をのんだ瞬間でした。これは、彼らのキャリアがまだ短いながらも、すでに音楽シーンで確固たる存在感を示していることを如実に物語っていました。ワイヤードミュージックフェスティバルは、さまざまな音楽ジャンルが交錯する場であり、伝統的なポップ音楽やロックにとどまらず、ヒップホップやエレクトロニック、ダンス、ミュージック、 EDM など、多様な音楽が交わる場所です。そんな中で、ナンバーアンダーライン愛がどのようにして自身の音楽をフェスの観客に届けるかは、非常に興味深い挑戦だったと言えるでしょう。特に、彼らの楽曲は個性的で、音楽的に攻めた要素が多く、いわゆるポップスの枠を超えてリスナーにインパクトを与えるものです。このような音楽フェスにおける彼らの存在は、単にファンの期待に応えるだけでなく、 彼らをまだ知らない層に対しても強烈な印象を与える可能性があるのです。フェスにおけるナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスが特に注目を集めたのは、彼らの音楽スタイルとそのステージプランにあります。例えば、今回のパフォーマンスでは、メンバーが一人ずつ登場し、自己紹介のような形でナンバーズを歌い始めるという演出が取られました。このような段階的な登場は、 観客にとっては緊張感と期待感をあおるものであり、まさにその瞬間に全員が注目せざるを得ない状況を作り出していました。特に、岸くんが最初に一人で登場し、ステージ上で堂々と歌い始めるシーンは、その存在感とリーダーシップを強く感じさせるもので、多くの観客が驚きと感動を覚えたことでしょう。しかし、このパフォーマンスの背後には、フェスという環境における挑戦も少かなからずあったはずです。 ワイヤードミュージックフェスティバルは、多くのアーティストが参加するため、観客の注意を引くことが一つの難題です。特に、フェスにはさまざまなジャンルのファンが集まっており、ナンバー・アンダーライン愛のような新しいアーティストにとっては、まだ認知されていない層にどのようにアピールするかが重要なポイントとなります。この点において、彼らのパフォーマンスが成功した要因の一つは、その大胆な楽曲選びと攻めた演出にあると言えるでしょう。 フェスにおいて重要なのは、単に演奏技術や歌唱力だけでなく、いかにして観客を引き込み、一体感を生み出すかという点です。ナンバーアンダーラインアイは、期待に見事に依頼たと言えます。観客の反応からもわかるように、彼らの楽曲がフェスに適していることは明らかでした。特に、低音の効いた、ナンバーズやエネルギッシュな、ゴートなどの楽曲は、フェスの会場全体を揺るがすような迫力があり、 初めて彼らのパフォーマンスを目にする観客にも強いインパクトを与えました。実際に彼らのパフォーマンスを見ていた多くの観客が、当初はとりあえず見てみるかという軽い気持ちでいたものの、次第にその音楽に引き込まれ、最後には完全に魅了されたという報告が SNS 上にあふれています。これはナンバーアンダーライン愛が持つ音楽の力が、ファン層を超えて広がりを見せ始めていることを示しているのです。 また、今回のフェスでのパフォーマンスを通じて、彼らがいかにして新しいファンを獲得し続けているかも興味深いポイントです。音楽フェスは、既存のファンだけでなく、新たなリスナー層にアプローチする絶好の機会です。特に、ワイヤードミュージックフェスティバルのように多様なジャンルが交錯するイベントでは、普段彼らの音楽を聴かない層にもその音楽が届く可能性があります。実際に、 今回のフェスでナンバーアンダーライン愛の音楽に初めて触れた観客の多くが、彼らのパフォーマンスに強い感銘を受け、新たにファンになったという報告が相次いでいます。これにより、ナンバーアンダーライン愛は既存のファンだけでなく、さらなる広がりを見せる可能性を秘めているといえるでしょう。彼らがこうしてフェスを通じて新しいファン層を獲得していく中で、興味深い点の一つは、その音楽が単なる流行や一時的な人気にとどまらず、 長期的にリスナーに支持される力を持っていることです。彼らの楽曲は、単なるエンターテインメントにとどまらず、深いメッセージ性や個々のメンバーの強い個性が反映されています。例えば、ナンバーズでは、メンバー一人一人が順番に登場し、それぞれの個性を存分に発揮しながらも、全体として一つの楽曲としての完成度を保っている点が魅力的です。このような楽曲構成は、 単に音楽的な技術だけでなく、彼ら自身が持つ信念やメッセージを観客に伝える手段としても機能しているのです。さらに、フェスでのパフォーマンスにおけるビジュアル面も、彼らの魅力の一つとして挙げられます。今回のフェスでは、特に岸く君のウェットなヘアスタイルやデニムジャケットなど、そのビジュアルが SNS で大きな話題となりました。音楽パフォーマンスにおいて、ビジュアル面も非常に重要な要素であり、 特にフェスのような場では、遠くから見ている観客にも強い印象を与えることが求められます。彼らのビジュアルは、単にかっこよさだけでなく、音楽とビジュアルの一体感を感じさせるものであり、それがファンのみならず初めて彼らを目にした人々にも大きなインパクトを与えたことは間違いありません。また、今回のワイヤードミュージックフェスティバルでは、特にナンンバーアンダーアダラインアイのファンである ILYZ のコミュニティが大きな存在感を示しました。 フェスに参加したファンたちは、SNS で彼らのパフォーマンスを熱心にレポートし、彼らの魅力を広める役割を果たしました。こうしたファンコミュニティの活動は、アーティストの人気を支える重要な要素であり、ナンバーアンダーライン愛もそのファンたちに支えられながら成長していると言えます。フェスのような大規模なイベントでは、ファン同士がつながりを、持ち、共にアーティストを応援することで、 より一体感を持ったコミュニティが形成されます。今回のフェスでも、ILYs たちはその力を存分に発揮し、ナンンバーアンダーアダライン愛のパフォーマンスを盛り上げる大きな要因となったのです。このように、Wired Music Festival におけるナンンバーアンダーアダライン愛のパフォーマンスは、彼らが持つ音楽的な魅力だけでなく、そのビジュアル面やファンコミュニティの力によって、非常に成功したものとなりました。彼らの楽曲は、 単なる流行ではなく、深いメッセージと個性を持ち、観客に強い印象を与えるものであり、フェスという多様な音楽が工作する場においても、その存在感をしっかりと示すことができました。